ワントップにはシャハブ・ザヒリーが控えているアビスパ福岡です。前線には3人のこの外国人籍のプレイヤーですから、この辺りがどう機能していくのか注目ですね。そうですね、迫力ありますよね。はい、アビスパ福岡対セレッソ大阪、まもなくキックオフです。今ゲームが始まりました。奈良がキーパーまで戻します。村上がまず長いボールを蹴っていきました。セーフティーに行きました。中に上野がいます。さあレオセアラ、レオセアラボール持って遠目から打っていきました。村上がここは抑えています。ここは変化をつけた。上野ふわっと浮かせてこぼれたところ、打てるかレオセアラ、もう一度シュート、まだある、レオセアラだ。先制点が欲しかったセレッソ大阪、福岡の地でエースレオセアラ今シーズン12ゴール目。まあ、少しこう触った後ですけども、まあ、この後クリアができずに最終的にこのシュートなんですけども、これがこうしっかり足元にコン、船木がこの位置、そしてルーカス・フェルナンデスが打った、キーパー村上、もう1点前半のうちに取れるか。入れた、中央ヘッド決まった、田中が決めた、セレッソ大阪2点目、連敗脱出へ、福岡の地で前半のうちに2点を取りました。まあ、ボールの質も良かったですし、まあ、ここでザヘリーから今野というところ、さあもう一度今野、今野中入れてくる、キーパーです。キーパーの後ろに佐藤良賀がいたという状況でした。ここで前半終了の笛が鳴りました。中谷さん、2対0というこの前半どう振り返りますか。はい、後半が始まりました。まずは長いボールを蹴っていきますセレッソ大阪です。ゴール近くには3人、今ルーカス・フェルナンデスは離れました。上野だったら挙手あるかなと思いますよね。上野が変化をつけてキーパー、ここは変化をつけたセレッソ大阪、今野中入れてザヘリーがいる、あと選手が倒れています。あと2枚目ですね、ザヘリーに今日2枚目、今日2枚目退場ということになりました。の入り方がまあ遅れたってことだと思いますけども、はい、武田さん、この後ですね、少しずれました、縦パスを送って上条シュート、キーパー、もう一度ある、キーパーです。まあ、ふくらはぎ触ってたら、まあ、打撲とかではなく、はい、まあ、釣ってるだけだったらいいですけどね。そしてそのクルークスに代わって為田が投入されました。この為田も岩崎が少し下がりました。小田は前に行く、その小田、小田シュート、クロスバーの上、小田のシュート前、いや今金森のシュートも良かったですけど、田中もよく足出しましたね、はいはい、入れた、ウェリントンが待っている、ヘッドー、キーパーよく抑えた、キム・ジンヒョン、上条、上条、清武、ルーカス・フェルナンデスが上がる、ファーサイド、シュート打った、キーパーどうだ、押し込んだ、為田が最後は頭でねじ込みました、3対0、今シーズン初ゴール、為田決めました、はい、でこれを追い越したことによってこうフリーでクロス上げれるような状況。
鳥栖は前節今シーズン初、河合監督体制3年目で初の連勝をマークしました。そしてもう一つ特徴的なのは控えメンバーも全く今日は同じという前節からの鳥栖です。まあ、そういった部分での攻め方というのはちょっと変化はあるかもしれないですけど、そうですね、はい。まあ、ユンカーと、ね、パトリックもちろん特徴持ち味は変わっていますので挙げていただいております。前半左にエンドを取るのがホームのサガン鳥栖、右にエンドを取るのがアウェーの名古屋グランパス。鳥栖のボールで前半のキックオフです。2024明治安田 J1 リーグ第15節サガン鳥栖対名古屋グランパス。ただこぼれて泉、さあパトリックをシンプルに走らせて、パトリックだ、パトリック、パトリック強い、この辺り失わない、戻して稲垣、先制は名古屋グランパス、稲垣がスライディング気味に飛び込んでそのまま右足決めていきました。今日狙っているのかなって感じますね。オフサイドなしですね、ゴールは認められます。改めて名古屋先制、手塚、そして横山、おっと横山ここは抜きに行った、横山らしく、横山これを決めてしまうのか、横山ショートコーナー、そして長沼、菊池狙うか、菊池狙っていきました。考え方としてあるかもしれませんかね、早坂さん。そうですね、シュートに行きましたが、わずかに、これはワンタッチありましたかね。今コーナーキックです。さあ一転して今度は麻酔だ、麻酔ここまで運んで、パトリックパクイルギーの守備範囲でした。でそうですね、今前半終了の笛です。7分稲垣のゴール、名古屋先制という展開。さあ早坂さん、前半の感想一言お願いします。そうですね、名古屋が狙い通りのサッカーができているのかなっていうイメージを受けますね、はいはい。でどうやら右に中山、左に内田という左右のポジションに名古屋はなりそうです。ここに流してそのままつながっていくが、麻酔、名古屋が追加点、麻酔0対2です。いやー、後半も立ち上がり名古屋、最後は麻酔です。0対2、名古屋が勝利へ向かって一気に加速しようかという追加点で0対2、最後は麻酔でした。まあ早坂さん、その崩す過程も見事。また中山を使うか、ここ狙っていきます、名古屋、中山わずかに外れましたが、うまい、この辺りはコンビネーション。そして麻酔が入ってきた、麻酔かわした、麻酔、これはちょっと力、菊池かわしながら中を見た、クロス放り込む、ヒアン奥には、ここには川田もいる、川田からのボール、ヒアンの、飛び込んできましたが、わずかに、いやー惜しいシーンでした。最後ウェービス、アラウジョ、ユンカーこのキープ力、そして出てきた中山だ、そのまま勝負に行くか、中山、しっかりつないでいきます。そして中山だ、中山からのボール、フリーでリングシュートでしたが、いや森島、ユンカーに出た、ユンカーうまい、かわして、ユンカー、バベルギー、そしてここで試合終了の笛です。サガン鳥栖対名古屋グランパス、名古屋0-2の勝利、しかも鳥栖のホームでは。そうですよね、まあ、少し練習のところで少しずつは変えてはいるんですが、基本的なベースのところは変わらないと思うので、いつも通り球際は激しく立てる、を考えた上でのメンバーだとは思いますので、まあ、今本当に途中から入ってきている選手って両チームなんですけど、サンホイテとデュークもいるわけですからね、はい、
そういった意味ではメンバー交代というのも非常に注目をされますが、さあキックオフの笛が吹かれました。前半は右にエンド青いシャツ、一度ここは鈴木純也、鈴木から横に流してセントセントを運んでいきながらパスを使った、ここから中へのボール、面白い、トーンゴールだ。早い時間に先制点が生まれました。ここは耐えきれませんでした。東京ヴェルディ、ここは中央へ送っていきます。跳ね返っていったボールですが、セカンドボールは島戸が拾っていきます。島戸縦に持っていく、イルカンタ、そしてこのマイナスのボールからクロスが入ってくる、ファーサイド浮上、ドリー長いですね、はい、先頭から中に入ってきて平川、さらには浮上、中に入る、もうそしてオセフンのシュートだ、これは正面でした。ここは一旦島戸に出してからまたもう一度もらって、ここからのクロスということになる。鈴木、面白いボールが入ってきた、リングジャム来た、今度はしっかりと自ら決めました。浮上です、ドンピシャ、クロスにドンピシャリでした。追加点 FC 町田ゼルビア、強いですね。ここは一旦島戸に出してからまたもう一度もらって、ここからのクロスということになる。鈴木、面白いボールが入ってきた、リングジャム来た、今度はしっかりと自ら決めました。浮上です、ドンピシャ、クロスにドンピシャリでした。追加点 FC 町田ゼルビア、強いですね。ホームサポーター大いに沸いています。ニアサイドで3人います、うん、そのところに入れてくれ、ヘッドでしょ、オセフン、スラッシュ、ファーサイド、惜しいというシーンでしたけれども、ニアで今度はオセフン、スラッシュ、ファーで浮上でした。さあ、そしてここで前半終了の笛が吹かれました。 2-0 町田という前半になりましたが、水村さん、前半の印象いかがですか。まあ、ゲーム自体は町田の前半だったと思いますね。まあ、もちろん得点もそうですし、さあ後半笛が吹かれました。後半は左にダオイシャツがホーム FC 町田ゼルビア、さあそのまま運んでいきます。中へのボール、ここに平川が入っていく、倒れますがファウルはないというジャッジです。難しいところ判断でしょうね。今審判としてはこれをどう判断するかですが、ホームフィールドレビューの結果 PK です。ポストに当たってゴールイン、今日自身2得点目です。藤尾、これで今季 G1 は5点目、 3-0 リードが、取り合いつかなかったんだ。さあ、ここがロングスロー、梶光太郎からということになりますが、セカンドボール打って、おーちゃー、見事、お見事、柴田のボレー、すごいゴールが決まりました。奪った先に連勝が待っていました。今日ももしくは一番こう流れいい状態でこのエコパに乗り込んできているかもしれませんね。そうですね、また上村、鈴木海斗、リカルド・グラッサー、松原の4バック、ダブルボランチは上原とレオ・ゴメス、ゴールキーパー西川、4バック右から石原、ショルツ、ホイブラーテン、大畑、今度はアウェー、今日は黒いユニフォームで臨む浦和レッズです。チアゴ・サンタナが触って前半が始まりました。渡辺が前線蹴り出します。松本、もう一度岩田のスローインです。ロングスロー、ペイショット、落とした、後ろから上原、枠の右でした。ただロングスローからペイショットのスラッシュ、バックス中央にいるサイドバックの石原、右前だ、レフティです。角度つける、横、中島かわす、左足のシュート、ブロックします、リカルド・グラッサ、もう一度右足、がっちりキャッチ、川島、二度にわたって、早かったですよね。そうですね、スッと入れ替われるようなスピード感でしたから、一瞬でこう得点の匂いしましたけどね、はい、
ここで前半が終わりました。3連敗の磐田、3連勝の浦和、改めて仕切り直した後半がスタートしました。内側から飛び出した渡辺、中にいる中島から逆サイドへ、前田がボックス右角をカットインした、左足のシュート、これをブロックします。伊藤のシュート、こぼれ球に反応しましたが正面川島でした。痛いんですけど、はい、でも良さは出ましたよね、レオコメス選手は。いや、いいボール、くさび入った、上原落として後ろからレオコメス、わずかに上でした。スペースありますよ、はい、オーバーラップしてきた伊藤、そして縦ボックスに入ってきた前田、追い返した、チアゴサンタの右足、正面でブロックしました川島。ここから展開していくのか、はい、そういったところもこういうところですね、渡辺ワンタッチ、内側から伊藤、ワンタッチで右、前田のクロスが来た、サンタのレッド、枠の左、ワンタッチあったか。岩田は選手を2人交代準備しています。その前にキック、高い軌道のコーナーが入ってきた、抜けてくる、押し込んだ、ホイブラーテン、均衡破れました。後半23分、先制アウェーの浦和レッズ4戦連発です。浦和の先制点、今シーズン初ゴールでゲームを動かしました。金子と西久保が入ります。おそらく上村選手がボランチに入って、西久保選手が右サイドバックに入る、ね、好調の勢いそのままに4試合連続で先制点を奪いました。浦和ペイショット、右松本ダイレクトクロス、ファーサイド平川、こぼれ球上原、そしてスラッシャー、後半26分、追いつきましたジュビロ磐田。素晴らしいですね、見事な集中力、開幕戦以来の途中出場、今シーズン初ゴールで同点です。この球際で奪い返した段階で少しいい状態だったですね、磐田は前向きで。ただセットプレーのチャンスは浦和です。キッカー前田、左足の柔らかいクロス、ファーサイド伊藤、折り返した、後ろから安井だ、ブロックします。高い軌道入ってきた、ピンショット、こぼれ球、金子が奪う、倒れている、バフェなし、リカルドグラス、さあ残せませんでした。ゴールキックです。ショルツ縦ボックス内、コオロキ判定して打てない、コントロールして右足止めた川島、大畑が進出鬼没に出てきました。ここまでタイスコアのまま、目安のアディショナルタイム5分台、そしてゲーム終了を告げる笛が吹かれました。連敗3でストップ、ジュビロ磐田。2センターバックと予想したんですが、練習を見ていると3センターバックかもしれません。ゴールキーパークソイン、最終ライン福田、鈴木義則、松田啓太、浅田、ゴールキーパー大迫、最終ライン中野、荒木、佐々木、中盤の底野津田と川村、右ウィングバック新井、左七。広島松本大使のキックオフで始まっています。荒木、右ウィングバックの新井あたりをターゲットにしたか、ソティリーをターゲットにしました。大橋が来る、一気にボールを奪う、矢印が前に向く、ソティリー折り返していった、シュートだ、先制点は広島、川村の左足で先制しました。いや一気でしたね、はい、まあ、逆に言うとそこは広島としてはつながすところを狙ってますよね。中盤の底2枚、川崎、金子がどれだけシンプルにいけるか、はい、ですし最終ラインの選手ですよね、はい、残しました。ソテリュー右足、左足のシュート、2点目、新井が決めました。またしてもゴラッソ、すごいシュートですね。
広島初ゴールも左足の素晴らしいシュートでしたが、今のはインサイドで流し込みましたしね、この短い時間の間に一気に2点ですからね。父の左足アウトスイング、今シーズンセットプレーから7ゴールは J1 リーグ9位の広島。佐々木が動き出しています。あっとニアから入った。強さがあります。新井です。いや佐々木翔です。佐々木が決めました。新井ですね、はい、新井が決めました。マンツーマンでついてたんですけど、はい、手で抑え合いのところで勝って、でももう完全狙ってましたよね。そうですね、ニアサイドでも立っているところにぶつけるようなクロスなので、はい、運んでいって川崎何度か食らいつきました。新井クロス、ソティリュー振り向きざまにクリア。七がいます。そのまま狙っていった。そういうもう3トップの一角な動きしてますから ね、ウィングバックではないですよね、はい、立ち位置が。プロ初のハットトリックまであと1ゴールという新井が乗っています。後半は3点を追う京都のキックオフで始まります。アンカーに入っている金子、そして福田サイドを変えます。ソティリューから松本大志、広島サポーターの歓声が上がる。シンプルですね。 J1 2年ぶりのゴールを刻みました。いやシンプルに縦それをせあそして松木の大志、またセンターバックの間を取っていきます。折り返してソテリュー、新井に託して右足シュートだ。ソミュー、東の左足、中に加藤をむつき、さらにソテリュー、新井、東俊輝、河村、左足を振り抜きました。いやすごいシュートを打ってきます。新井の右足だ。ハットトリック達成。プロ初のハットトリックです。新井直人、覚悟を持ってこの紫のユニフォームに身を包んだ新井、ハットトリックをゴラッソで決めました。すごい、まあ、流れ来てるだけあって、チームとしても蹴らせましたよね。でも外から巻いてきてるんじゃないですかね。なのでちょっと壁の位置も良くなかったんでしょうね。左足用で用意してたことで外側から巻いて十分枠に飛ばせるっていうことは、まあ、キックの質もあるんですけど、前で受けてあげてほしかったですね。ですね。そしてここでファイナルホイッスル、プロ初のハットトリック、笑顔が光る新井です。今シーズン最多得点広島。川島としては自信持って戦えるゲームなのかなというふうに思いますね。 J1 クラブは今過密日程の真っ只中です。まあ、どちらも前節から中3日で迎える3連戦目です。リザーブは山田、須貝、ミロサブリエビッチ、樋口、松村、チャブリッチ、柿田です。リザーブは新井、初瀬、広瀬、樋口、井出口、井出、ジェアン・パトリックです。センターサークルにはアンカーの大木原です。神戸ボールでファーストハーフがスタートしました。右から左へ攻める鹿島アントラーズ、左から右へヴィッセル神戸です。まず佐々木大樹が頭で大迫に落としました。佐々木大樹のフリックから大迫、左から絡んできます武藤、クロスにしました。セカンドボール高く上がって早川こぼした、後ろからシュート、酒井豪徳のシュートでした。関川のクリアです。親子2代で代表というのはすごいですね。本当そうですね。これはインターセプト、知念です。そして名護が残して、もう一度知念、追い越してきた仲間隼人、仲間打った、
パワーポストを巻く狙いだったでしょうか。お気持ちを整理しながらねゲームにこう入っていかないといけないでしょうね、はい、おっとこれは武藤、武藤かわした、武藤、武藤よくブロックに入りました佐野回収。さて今度は左から扇原流れてシュート、佐々木大樹です。名古屋キック、いや関川ビッグチャンスが最後に来ました。鹿島さて 0-0 で折り返すことになりました。福田さん、ここまではどうご覧になりましたか。まあ、全体的には両チームともやっぱり攻守の切り替えだったりセカンドボールであったり、まあ、守備のところを含めてちょっと相手陣内でプレーする時間というのは短かったですからね、はい、セカンドハーフスタートです。まず長いボール右の諸岡へ、体のぶつけ合い、武藤の勝ちです。さあ荻原巻いてきた、ヘディング、武藤ファーに流すようなヘッドでした。武藤義則、高い豪徳の前に送ったボール宮代さばきましたが関川いい出足、おっとちょっと今のはまずいんじゃないですかね。あ、武藤にカードが出ました。やはり退場はなしです。鈴木優真、競り合いのところ激しくなりましたね、はい、前半よりも変わって入った広瀬、上田強さを見せます。そして鈴木優真しっかり残す、あこれはノーファウル、武藤です。武藤打った、背後を取った。さあ名護慎太郎、名護打った、こぼれ球、ノーノー、一瞬のスキー背中を取りました。アントラーズ81分、鹿島先制。うまかったですね、オフサイドないですねこれね。名護のディフェンスの背後のランニング、ここにやっぱりね、ノードが入ってきてるっていうのは。このボールは初瀬が拾ってます。広瀬のクロス、武藤ヘッド、バックヘッド気味にすらしました。武藤義則、どこに入れてくるか。初瀬ヘディング、ニアで山川、間合いを使っての早川のキックが最後のプレーになりました。注目の前3人プラス、トップ下今日でやれば松木玖生ですよね、はい、この辺も追い回しながら、はい、この形が出ればマリノス、 F マリノスのカラーが存分に出ますね。左エンドホーム FC 東京、右エンドアウェー横浜 F マリノス。ザーシャン・シュテゲマン主審の笛が鳴って F マリノスボールのキックオフです。今松原は内側でボールに絡んでヤン・マテウスを使いました。探して入ってシュートを打った、野沢の手をかすめました。ヤン・マテウスが幅を取りました。松原は斜め後ろ、クロスボール、渡辺浩太、探す浩が前に押し出した。さあ安西が探す、大外に田原積田、平行に入れました。バックの中でアンダーラップ、あっと左足松木、肩が上がりましたがいい攻めでした FC 東京。田原積田、前を向けば仕掛ける意欲満々の若者です。田原積田が打ってきた、右に安
西もいましたがボックスの外から自分で打ちました。ヤマテウスが来た、ずらしてパスだ、そしてウベル、ラムテヒ打った、見事な美しいミドルショット、ラムテヒ右足、エフマリノス先制。木本は荒木に入れます。さあ変わらずミラー、バンブーナガンデがゴール前入っていきます。たとえ変わらずミラー、剥がす小泉、さあバンブーナガンデ、このままカウンターでやりきれるか FC 東京、戻る F マリノス、場所を埋めに戻ります。カットイン、タワラスミダー、右足、また狙った、また狙った、追い越しを狙っています。松木逆サイドへ、ワンステップで外にいたの荒木ですか、荒木もらった、アンダーラップは関心、お真ん中だ、止めた松木、左足あるぞ、狙った、ハンドをアピールしてます。どこだ、カブからヘディング来たかな、安西頭です。これで木田が収めたところでシュトゲマン主審、前半終了の笛を吹きました。見事なミドルシュートでした。ナムテヒ25分、これでエフマリノス1点リードの折り返しです。はい、で当然 F マリノス山根もその一人です。さあそれもあっておそらく大岩監督は試合を見に来ているはずです。あと上中もそうですね、上中も今度はクロス、もうこれなぜ右足狙った、同点、長友サポータースタンドに向かってベテランが吠えます。木本がフォロー、木本はセンターバックです。あともクロス、逆サイド、バングー流んで、ナイスキーパー、トップしのぎました、決定機でした FC 東京。長戸がここに来た、さあ宮市ずらして宮市を踏み込んだ、宮市ナイスキーパー、野田がしのぎました。長戸も言うと、長戸のマッチアップです。いやこれはファイン、長友が早めに宮市に間合いを作ります。走る宮市、ワンタッチ入れた、チャンス、上中飛び込んできた、ギリギリのヘッダー、可能性、ずらした、長戸左足、エンリケ・トレビザン、ナイスブロック、チャンス入れ替われた、左足流し込んだが際どいチャンスでした。最後榊原、出した白井、おっと奪って小泉、平行に出した中川、左足、決定機 FC 東京、中川。エンリケ・トレビザン、今シュテーゲマン主審が時計を見て、ここで試合終了の笛です。長友で追いついた FC 東京、どういう形になるのかって、マッカン君も期待してるでしょうし、やはりこのウェルトン山下選手っていうところ、速さありますからね、こういうところでいうと、この速さをいろんな攻撃のパターンはね、バリエーションは増えるとは思うので、攻撃的にどれだけ相手のチャンスを作れるのかっていうところを注目したいですよね。前半の45分スタート、坂本が下げて、センターバック福岡が長いボールを前線に入れました。縦パスを奪いました、佐々木のボールダッシュから左、さあスピードがあるマルシーニョ、マルシーニョのスピード、マルシーニョパスを出した、ゴビス決定機を作りました、川崎フロンターレ。東野からマルシーニョ、脇坂もサポートに行きます。ここは三角形、脇坂シュート、強く打ちませんでした、コースを狙ったようなシュートでした。脇坂です、うまくこうガンバのプレスは剥がしてますよね、川崎は ね、はい、脇坂左足、今日は積極的にミドルも狙っていきたいと話していた脇坂です。フロンターレのチャンス、
脇坂柔らかく壁に当たった。いやコントロールしてきましたね、コントロールで左サイドに当たって高いボールあえて入れてきます。ゴミス、ゴミス、一森スーパーセーブ。もう一回クロスからヘディング、これもアウトで出した。ここうまく狭いところ入って立花だ、左足で入れる。ゴミスがいる、こぼれたら遠野ヒール残す。家永、そしてヘディング、押し込みました。最後は家永の浮かせたところを瀬川が押し込みました。押し込んだ時間帯で1点先制、川崎フロンターレ。いやー素晴らしいアイディアでしたね、セットプレーもこれが2本目です。面白い、バウンドした、入った、同点。最後は中谷が触ったのか、来ましたかね、宇佐美が狙ったボールがそのままバウンドして入ったか、それとも最後中谷が触ったのか。1対1の同点。対フロンターレ打たせたくないガンバですが、ここで笛が鳴りました。前半の45分、1対1のタイスコアでの折り返しです。後半右エンドガンバ、左エンドが川崎フロンターレ。後半45分スタート、ゴミスが下げて立花だ。サポーター席前でのコーナーキック、宇佐美、中谷、福岡上がっています。福岡ニアで合わせました、福岡のゴール。いや素晴らしい飛び込み。2対1ガンバ大阪逆転。福岡翔太、今シーズンの、いや J1 のシュートシーンまでは持ち込めませんでした。立花がここから逃げてきた、一森、家永が狙ってきました。中3日、今日は気候は寒いぐらいとはいえど、やはり相当ハードスケジュールで疲れも溜まっている両チームのプレイヤーたち。ウェルトンはここで、まあ、山下選手もね、まあ、早いっていうところでは両サイド生かしたでしょうね、ここはダバンです。ダバンの強さ、坂本へ真ん中飛ばして山下、横パス、倉田、最後は倉田崩して取りました。今シーズン初の3得点目、ガンバ大阪。崩して取りました、最後はベテラン倉田が押し込みました。脇坂シュートを放ちました、一森です。ここで笛が鳴りました。3対1ガンバ大阪、センターバック2人の得点。高いところでボール奪えるか、その回数っていうのが、まあ、今日の試合のバロメーターになると思いますから、頂点にキム・ゴンヒがいますから、はい、少し前から来る相手を裏返す意味でもボールの渡し方っていうのは、まあ、手前と変わってくると思うんで。J1 リーグ第15節、柏レイソル対北海道コンサドーレ札幌の一戦がスタートしました。飛ばす逆サイドを見ます、ボレーシュートフリーになる、完全に今クリアーボールの後するとどこからも侵入していったんでしょうね。白井です、打ちに行く、小山津がボールサイド少し近づいていきます。サビオのキック、スペースを狙ってバックネットを逆サイド、犬飼戻してきた、先制レイソル、ヘディングがつながりました。最後流し込んだのが豊島、
最初があらかじめ自分たちで作ったこのスペースにボールが入りました。まあ、細谷のところでいい形で反らせたと思いますし、塚大輝の上がりを待ちます青木。スタチョーク、ここまではパスが比較的外回り、宮澤は長いボールを使ってきました。つながる、落としてきました、小前。惜しかったですけどね。キム・ゴンヒ、うまくつながった、引きつける、近藤行く、中に入って左足。スパチョーク、イエローカードは出ませんでした。レイソル1対0、1点リードの折り返しです。セカンドハーフが始まりました。左エンドにホームレイソル、上下白のユニフォームがアウェー札幌です。ここでの関わりでスパチョークが下がってきます。中で小前とキム・ゴンヒ、キム・ゴンヒこぼれてきました、小前追いつきました、札幌1対1。前でスパチョーク運びながら、スーパースつながった、中を使ってスパチョーク、マテスタビオ、浮き球のパス、細谷コントロール打つ、ゴロの浮き球、細谷振りました。土屋ジェゴフリーで受けます、中でトゥートップが待つ、シュートに行く、マテウスサビを狙ってきました。ハッピーで細谷、中村東也が行きます、川口追います。ドリブルで中に入っていきます、細谷、土屋拾う、逆サイドを見る、黒木柔らかいボールでジエゴ、勝ち越しレイソル、疲れていますがすごいですね、すごいの来ましたね、高い位置で待ち構えていましたジエゴ、この時間に決めてパフォーマンス爆中ですよ。すごいですね。なんかここ大森粘る、逆サイドで引きつける、打ちに行きます、原が受けて打ちに行きました。試合終了、2対1柏レイソル、コンサドーレ札幌を下しました。1試合休んで直近2試合は途中からでした。トーマス展は前節の復帰をしました。今日は谷口、そして千葉、今前半スタートです。まず湘南、キム・ミンテボールを展開します。うまい、長倉がシュート狙います。この辺やっぱ狭いスペースでも長倉ターンできるんですよね。拾ったのは旗、行くパスが入る、阿部横パス、阿部のシュート、阿部は中央にいました。旗おー振り乗る、えぐってクロス、シュートだー、池田のシュート、わずかに右、千葉浮かせる、こぼれたボールはクリアです。カットした星野、クロスファーサイド、トラップから止めているシュート、ブロック、谷口、ここクリア、ナイスキー、
壁が落とし、これはトーマス点回収です。少し溜めて谷口戻して中央です。奥村、奥村シュート、キーパーソンボン君。千葉が先発起用です。38歳、ウィング、鈴木浩二、外は谷口、中は2枚、転がした、シュート、流し込んだ、高橋今田先生、中倉が最後流し込んでゴールイン。前半30分、アベイチーム先生です。これがねサッカーセンスの塊なんですよ、今やはりここの中のですね。でこの時もう2トップの脇に対してもう小見と谷口出てきてるじゃないですか、だから何度かもうこれ行けば取れるっていうのを分かると選手たちってある程度前から行こうとするんですよ、だからもうこのようにもう逆に湘南シンプルにこっちの方が絶対こぼれている。ルキアン拾った、チャンスだ湘南、ルキアン流し込んで同点、追いつきました。ホイッスル、今両新潟の2選手が倒れ込んでいます。キーパー小島、そしてトーマス・デンですね。少し心配ですね、1対1同点のシーンです。ちょうど言おうとしたんですけど、これの方が新潟は嫌なんですよ。小見縦、おいボールだ、ボールが入る、落とした、鈴木浩二、足を振りました。ワンタッチあってコーナーに変わります。今前半終了のホイッスルです。1対1の同点で試合を折り返します。今日は林良平さんとお送りをしています。今日は福田が出場停止ですけれど、1対1同点、試合は後半です。今後半スタート、ゴール前にはキム・ミンテ、ここはデザインしたプレー、左足、おお、田中ドリブル、ピサロパスを選択、平岡左足、大好き、詰めた、ルキア、湘南が一歩前に出ます。59分から60分、ルキアン今日2ゴール、流れて落としたボール、おいボール、ヘディングシュート、フラッグ上がっています。判定はオフサイド、惜しかったですね。ほんの少しだけ出ちゃいましたね。スペースで谷口、中2枚、折り返し、こういうボールだ、ボレーシュート、詰めるがルーズボール、ここは2回収です。今ホイッスル、試合終了、2対1、勝ったのは湘南、3試合ぶり勝利、先制を許してからの逆転勝ちです。